中部電力の浜岡原子力発電所は重大事故を起こした福島第一原発や今週再起動からわずか6日で停止した女川原発と同じ沸騰水型の原発です。再稼働を目指す浜岡原発では今日巨大地震の発生を想定した大規模な防災訓練が行われました。浜岡原発と中部電力本店の職員などおよそ580人が参加した今日の訓練では現在停止中の浜岡原発4号機が運転していると想定し震度7の揺れが発生したらどう対処するのか確認しました。訓練用の制御室では地震の発生を受け原子炉の自動停止や核分裂反応を抑える装置が問題なく作動したことなどを確認し対策本部に報告しました。常用給水全装置の状況。今日の訓練では原子炉を冷やす機能が段階的に失われた想定で非常用の注水機能を使い原子炉内に水を送るなどの対応を取りました。浜岡原発では今年7月対策本部の組織を見直し緊急時には3号機から5号機のそれぞれに担当者を配置する体制としました。今回は体制の見直し後初めての訓練でした。新体制にしたのはですねやはり同時発災した場合にですね各号機ごと確実な対応を行うということを目的として新体制としました。ですので、今回その訓練を通じてですねそれが確実にできるかというところをしっかりと検証していきたいと。中部電力は浜岡原発の再稼働を目指し現在原子力規制委員会の審査を受けています。